こんにちは、エヴァとたけしです。今回は、現実を受け入れるとは、自分は価値のない人間だと認めることではないというテーマでお話ししていきたいと思います。現状を変えるためには、なるべく正確に現状を捉える必要があります。例えば、体が痛いという不満な状態があるとして、その状態から抜け出すためには、私は殴られているから痛いんだと知る必要があります。殴られているから痛いのに、私は殴られていません、殴られているように感じるのは何かの勘違いだと思っていたら、不満な現状を変えることができなくなります。不満な現状から抜け出すためには、私は殴られているという現実を受け入れる必要があります。そして、この人が私を殴っているんだな、この人が私を痛くさせている原因だなと気づくことで、殴られないための方法を考えられるようになります。逃げてみようかな、謝ってみようかなと考えることができるようになります。この人と会うたびに殴られて痛い思いをしていたと現実を受け入れることで、この人に近寄らないようにしようと自分を守るための対策を立てることができるようになります。長い間人格否定をされて自信を失いましたという不満な現状を変えるためには、長い間人格否定をされて自信を失ったという事実を受け入れる必要があります。事実を受け入れるというのが現状を変えるためのスタート地点になります。それなのに、事実を受け入れるのではなく拒否することに必死になってしまうことがあります。例えば、親にダメだと言われ続けたからいけないんだ、私を全く褒めてくれなかった親がいけないんだと恨み続けることで、自信のない自分を変えることを忘れてしまうことがあります。あいつらが俺をいじめたからいけないんだ、あの人たちが私を無視し続けたからいけないんだと怒り続けることで、自分に自信をつけることを忘れてしまうことがあります。確かに人格否定をして人を傷つけるのは悪いことです。親が悪いんだ、あいつが悪いんだ、あいつらが悪いんだという判断は間違っていません。しかし、自分を傷つけた相手が悪いというところで思考がストップしてしまうと、自分を変えるための行動を起こすことができなくなります。なぜなら、私に自信がないのはあいつのせいだと考えることで、あいつが変わらなければ、自分が変わることもないと自分を縛ることになるからです。どれだけ相手が反省しても、相手は自分を傷つけたという過去を変えることはできません。変えることができない過去の出来事を考え続けることで、自信がついている未来の自分をイメージすることができなくなり、自分を変えることができなくなります。現実を受け入れるとは、自分はダメだと言われ続けてきたからダメな人間に違いないと思うことではありません。長い間人格否定をされてきたから自分に価値を感じられなくなったという事実を受け入れることです。バカだと言われ続けてきたから自信がなくなったと受け入れることで、じゃあなんでバカだと言われ続けると自信がなくなるのかと考えられるようになります。すると、他人からのバカという評価を信じて、自分でも自分をバカだと思うようになったからだと気づくことができます。他人からダメだと言われ続けることで、自分をダメだと感じるようになった。自分をダメだと思うから自分が苦しんでいる。だから苦しみから抜け出すためには、自分をダメだと思わないための努力をしていけばいいんだ。他人からのネガティブな評価を気にしない練習をしていけばいいんだと考えられるようになってきます。自分をダメだと認めなくてはいけない、自信のない自分で生きていかなければいけないというのが現実を受け入れることだと思っていたら、現実なんか受け入れられるわけないでしょとなるのは当然のことです。現実を受け入れるとは、自分を苦しめている原因をなるべく正確に捉えることです。自分を苦しめている原因を知ることで、その原因を取り除くための行動を起こすことができるようになります。ということで、他人から言われた通り、自分を価値のない人間と認めることが
現実を受け入れることだと考えて、拒否反応を起こさないように気をつけてほしいと思います。現実を受け入れるとは、自分を価値のない人間だと勘違いさせている原因を知るということです。これが自分をダメだと思わせていたんだと受け入れることで、不満な現状から抜け出すための行動を起こしていきましょう。